ヨーロピアンパーチは、鈴木目ペルカ科に属する魚類。単に、パーチと呼んで本種を指すこともあるほか、レッドフィンパーチあるいは、イングリッシュパーチなど多くの地域名を持つ。ロシア名で、と呼ばれている。北は、スカンジナビア半島、東は、コリマ川までのアドリア海、アラル海、エーゲ海、北極海流入河川を含み、イベリア半島を除いたヨーロッパシベリア広域に分布する。アルバニア・モンテネグロにまたがるスカーダル湖、オーストラリア、イタリア中部及び南部、スペインのイーブロデルタ、南アフリカ共和国、ロシアなどに輸入。黒い横縞と赤みを帯びたヒレが、本種の特徴最大全長60センチメートルだが、通常は全長25センチメートル程度の個体が多い。脊椎骨数は39から42。胴体は緑がかった黄色で、体側面に5から9本の横帯が入る。体の大きさは生息域によって様々で、移植されたオーストラリアでは、欧州産のものよりも大型化する傾向がある。寿命は22年に達し、イギリスでは最大で 3kg 程度と、欧州本土の平均よりも小型であるとされる。背びれ棘上数14から20、背びれ軟上数13から16。第一背びれは、灰色で後部に黒い斑紋と、先端に黒い斑点が入る。第二背びれは灰黄色。胸びれは黄色。尻びれ棘上数2、背びれ軟上数7から10。背びれと胸びれを除くヒレは赤い。ヨーロピアンパーチが、スウェーデンの博物学者である、ピーター・アーティディによって、初めて学術的に記載されたのは、1730年のことである。彼は、スウェーデンの湖で採取した個体を調査し、外見的な特徴に加えヒレ上数、椎骨の数など、ヨーロピアンパーチの基本的な形態学的特徴を記述した。後の1758年、カール・フォン・リンネは、アーティディの記述に基づいて、本種に、学名パーチフルビアティリスを与えた。同じペルカ科に所属する近縁のイエローパーチと本種はよく似ており、互いに交雑することもある。このため、イエローパーチは本種の亜種として扱われることがあり、その場合の学名はパーチフルビアティリスフレーバソンズとなる。自然分布域では生息地が異なるため、自然交配はなく、人為的に導入された地域では交雑する可能性はある。しかし交雑したパーチが成長可能かどうかははっきりしておらず、ほとんどの分類体系において両者は独立した種とされている。近年の分子生物学的な解析結果もこの見解を支持している。河川や湖、川口など幅広い水域に生息する。水深30メートルまでの浅場で生活する低生魚で、流れの緩やかな河川や湖沼を主な生息範囲としている。水草など遮蔽物の豊富な場所を好み、物陰に潜んでじっとしている姿がしばしば観察される。繁殖期は4月末から5月初頭で、水草や水面下の木の根に産卵する。稚魚のほとんどがノーザンパイク、パイクパーチ、ブラックバスや肉食性や雑食性の魚類等の他の動物に捕食されてしまう。水鳥の足に付着して別の水域に拡散することが知られている。オスは生後1から2年で、メスは生後2から4年で成熟する。日本では2005年12月に特定外来生物に指定された。食用とされることもあり、骨も少ないとされる。調理法として揚げる、焼き魚などが揚げられる。パーチの唐揚げ。脂肪が少なく淡白な白身魚で甘みと旨みがある。内臓を除いただけのものを煮付けなどにし、食べる飛び身。その他の料理法として、塩焼き唐揚げ天ぷら、南蛮漬けなどがある。ヨーロピアンパーチは、食味が良く、小骨が少ないことから、焼き魚フライなど、食用魚として広く利用されている。パンフィッシュの一種としても知られている。レマンコ名物料理として有名。フィレ・ドゥ・ペルシュは、レマンコ版のフィッシュ&チップスで、パーチの三枚おろしをムニエルかフライで食べる料理。付け合わせは茹でたポテトや、フライドポテトとレモン。ジュネーブ、ローザンヌ、ベベイ、モントルー、エビアンレバン、トノンレバンなど、レマン湖に面している、主な都市で食べることができる。釣り上げられた、ヨーロピアンパーチ刺しを使った餌釣りが、一般的だが、疑似餌も、効果的で、とても人気のある釣り方である。大型の個体を狙う場合は、メダカ、ドジョウ、金魚、その他の小イカの小魚、カエル、沼エビを生き餌として、あるいは死んだ個体を泳がせる釣法、ドバミミズを一匹、または、シマミミズを数匹、釣り針にちょんがけする場合もある。また地域によって、鮮魚やイカの切り身、ザリガニの尾のむき身も用いる。小さな個体の群れを見つけると、数十匹ものパーチが連れ続くこともしばしばあり、欧州では、パーチとカワカマスは、水のあるところならどこにでも生息するとも言われる。大型個体を専門に狙うアングラーも多く、誰でも簡単に釣れる魚として親しまれる一方、とても玄人好みのターゲットでもある。小さなうちは30から50匹程度の大きな群れを作り、25センチメートル以上の個体は3から5匹程度の群れを作る。40センチメートルを超えた大型の個体は単独で行動していることが多いとされるが、季節によっても異なる。大型の個体はとても賢く釣るのが難しい。パイクパーチは本種とカワカマスの種間雑種としばしば間違えられるが、カワカマス属の魚はペルカ属である本種とは近縁関係にない。パーチのエラブタと大きな背びれのトゲ状はとても硬く鋭いので、素手による魚体の扱いには注意を要する。観賞魚としてのパーチ。飼育するには大型のアクアリウムと適切な給餌が必要となる。オオカナダモのような水草を厚く植え、身を隠す場所を用意する。餌にはミミズ類、ユスリカやイワシなどを用いる。養殖の場合、稚魚の餌にはワムシ類、アルテミア幼生、ミジンコなどが与えられる。ありがとうございます。